パロルの未来島は2014年3月1日にアニメ未来2014の一作として公開された新映動画制作のアニメ映画作品若手アニメーター育成プロジェクトの参加作品として大きい1年生と小さな2年生黒の住カ・ク黒の巣アルモニと共に2014年3月1日に公開されたテーマは王道の王道の冒険者ただ 今までと同じものではなく、今作る王道にしたという。とある島で暮らすパロルズーズ・リコットの3人。ある日、海岸に流れ着いた写真を見た、リコットは、それに映る花火を、とても気に入ってしまう。翌日、ズーズの作った船で3人は、住んでいた島を飛び出し、人間の世界へと足を踏み入れる。初めて見る人間の世界に、ズーズとリコットは、 興味津々だが、パロルだけは早く帰りたい気持ちでいっぱいだった。そして、そんな三人には思わぬ罠が襲いかかる。監督の今井はじめ暁をはじめとする制作スタッフは、本作がきっかけで、ドラえもんのび太の宝島の制作に参加した。パロルの未来島スタッフ紹介ボリューム1監督、今井一行さんアナホブ2014年4月6日。 アニメ制作環境の問題解決プロジェクトアニメ未来4作収録 BD をアニメジャパン会場で販売 AV ウォッチ2014年4月6日朝の安奈映画ドラえもんのび太の宝島今井はじめ赤月監督インタビューメディア芸術カレントコンテンツ2019年12月10日閲覧ありがとうございます